皆さん、お元気ですか？市民リポーターの谷口舞です。春ですね。ゴールデンウィークですね。どこに行こうかなって悩んでる皆さん、朗報です。今回は市内のお出かけスポットをご紹介しますよ。それじゃあチャンネル四日市スタート。というわけでやってきたのは生桑の排水地。市内に水道水を送っている場所なんですが、桜が楽しめるスポットでもあるんですよ。およそ100本近くの桜が咲き誇る様子は、ピンク色の雲がかかったよ。お花見の時期にはたくさんの花見客でにぎわうんですって。遊歩道も設けられていて、桜の花が舞い落ちる下を散策できるんですよ。わー、綺麗。とっても近くで桜が見られるから、一つ一つの桜の美しさが楽しめますね。生桑の排水地の近くには毘沙門天で知られる千福寺があります。地元の人たちには生桑の毘沙門さんとして親しまれていますよ。実はここからの景色がすっごくいいんです。桜を見下ろすことってめったにないから、ここはとっておきの場所ですね。桜が一面に広がってますよ。素敵な景色を見ていたらうずうずしてきちゃいました。ということで、お絵かきタイム。うまく描けるかな。じゃん、できました。桜の奥に見える毘沙門天様を描いてみました。どうですか？ここから見える景色が最高なんですよ。次にやってきたのは富田の十四川です。ここには桜並木がずっと続いてるんですよ。十四川の桜は川の堤防に沿って両岸におよそ600本が 1.2 キロにわたって植えられています。川幅が狭いこともあって、川を覆うように桜のトンネルができているんですよ。満開の時はもちろん、散り始めでもまだまだ見ごろ。川面に落ちた花びらが花いかだを作って風情があるんです。十四川ってどこも絵になるな。あ、すいません。あ、小乳道くん、どうしたの？え、一緒に回ってくれるの？やったー。なんとここからは小乳道くんも一緒にお出かけスポットを紹介してくれることになりました。小乳道くん、何から紹介しよっか。ちょうちん？十四川桜祭りって書いてあるね。お祭りやってるんだ。こんにちは。こんにちは。あの、ちょうちんに書いてある十四川桜祭りについて教えてほしいんですけど、はい、この十四川桜祭りなんですが、あのいろんなそのちょうちんなんか飾って演出をしているわけですが、ライトアップもして夜も賑やかな感じになります。一番皆さんこう興味があるのが大田巻ですね。非常に人気がありましてですね、富田には非常にあの昔から象徴とされてたような一本松っていうのがあるんですね。その一本松のところに、その大田巻屋さんがあって、そこがもうずっと人気だったんですね。
まあ、富田名物ということでなんとか復活したいなということでこの自治会知事になってですね、こういったいろんな桜祭りのイベントだとか運動会だとかイベントのある時にこだまきを作って皆さんにこう販売したりしています。であとはそうですね、この木のところにちょこちょことぶら下がってると思うんですけども、はい、俳句、川柳そういったものも募集しております。見ていただきながらこう散歩していただくと非常にいいかなということですね。この十種の桜はですね、まあ、この富田に住んでいる人たちにとって特別な思い入れのある存在なんですね。とにかくまず富田でイメージを上げるとするとまず十種の桜というのがまず第一に出てくる。それぐらいまあ、大事なものなんですね。でこの桜、ま、祭りも毎年維持していきながらこの桜並木をなんとかその維持していかなきゃいけないということですね、まあ、十種川を守る会なんていうのも作っていろいろ枝の剪定だとか新しい桜を植えたりだとか、まあ、周りを掃除したりだとかそういったことを、まあ、こまめにやっております。なんとかたくさんの人たちに来ていただいてこの桜を楽しんでいただきたいそんなふうに思ってます。俳句か、よし小乳道くん私も俳句読んでみようかな。できた。桜舞私も咲きたい谷口舞。どう小乳道くん。桜の花に囲まれてのんびりと絵を描くなんて贅沢だな。街中にこんな場所があるっていいですね。じゃーん、十四川の桜は小乳道くんも一緒に描いてみました。見て見て小乳道くんどうかな。わーやったー。続いてはここ伊坂ダムサイクルパークです。伊坂ダムサイクルパークはダム湖の周辺を利用したサイクリングパークです。ここも桜の名所なんですよ。ねね小乳道くん、せっかく伊坂ダムに来たんだから自転車乗ろうよね。レンタル自転車は一人用はもちろん二人乗り用のタンデム自転車もあります。もちろん自分の自転車を持ってきても OK ですよ。レンタル自転車の料金はご覧の通りです。それじゃあ小乳道くんと一緒にサイクリングに出発。周遊コースは1周およそ 3.6km、 サイクリングがたっぷり楽しめるコースですね。綺麗な桜がたくさん咲いてますね。ここ伊坂ダムには桜の木がなんと600本以上もあるんですよ。桜の花びらが舞い散る中でのサイクリング最高ですよね。桜の季節が終わればツツジ、そして秋になれば見事な紅葉と四季折々の自然が楽しめるんです。静かなダムの水面に映る様子が美しくて見応え満点ですよ。紅葉を楽しみながらサイクリングもいいですよね。伊坂ダムは本当に綺麗だな。ここの景色はどこを描いても絵になるから、どう描こうか迷うな。
できました。どうですか。真ん中にダムをまず大きく描いて、その対岸に見える綺麗な桜を描いてみました。そしてやっぱり伊坂ダムといえばサイクリングですよね。なかなか上手に描けたでしょ、小乳道くん。あれ、小乳道くんがいない。小乳道くんどこ行っちゃったの。ねえ、どこ。小乳道くんがやってきたのはサイクル広場。ここでは小乳道くんが遊んでいるような変わり種自転車がたくさんあるんですよ。あー、小乳道くん見つけた。あー、もうずるいよ、一人で遊ぶなんて。ねえねえ、一緒に遊ぼうよ。すごい面白そうな自転車がいっぱいあるんだね。街中では絶対に見られない変わり種自転車、あまりにも楽しすぎて夢中で遊んじゃいました。あー、楽しかった。ん、どうしたの小乳道くん。モトクロス自転車コース、そんなものまであるの。ということで早速モトクロスコースにチャレンジしてきます。行ってきます。すごい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 。楽しかった。伊坂ダムは自転車に乗って運動できるし、大人も子供も楽しめるものがいっぱいあって、遊びに来るにはもってこいの場所ですね。さてさて、ここで今回行った場所のおさらいです。イクアの排水地は三光バス三重団地域毘沙門前下車徒歩10分のところにあります。十四川の桜は近鉄富田駅から徒歩で3分ぐらいのところですよ。伊坂ダムサイクルパークは三義鉄道平津駅から徒歩20分くらいのところにあります。小乳道くん、今回は四日市の北の方を中心にお出かけスポットを紹介したんだけど、どうだった？楽しかったよね。みんなに来てもらいたいところばかりだったよね。皆さんも四日市のお出かけスポットに行ってみてくださいね。今回のきらり四日市人は、茶農家の傍らかぶせ茶の魅力を伝える活動をしている清水かなさんです。かぶせ茶は収穫前の一定期間、茶の木を黒いネットで覆い、茶葉に旨味成分を閉じ込めたお茶で、四日市市が生産量日本一を誇っています。清水さんはかぶせ茶のファンを増やしたくて、かぶせ茶カフェをオープンしました。ここでは消費者の声が聞けるだけでなく、茶農家の思いも伝えることができると話す清水さん。四日市市が首都圏で行うシティセールスのイベントに参加するなど、かぶせ茶を PR し、販路拡大にも力を入れています。また、茶農家の女性有志でグループを立ち上げて、女性目線を取り入れたかぶせ茶の PR 活動も考えているそうです。5月中旬には新茶の季節が訪れます。皆さんもかぶせ茶を味わってみませんか。次回5月11日からのチャンネル四日市は、四日市競輪に行ってみようをお送りします。次回もお楽しみに。